あなたの心の演技派女優、須山拓司です。アニメや漫画より楽しむための動画をお送りしておりますということでね、そんな今回のテーマは日暮らしに泣くのに5第22話の感想&考察。大トンデン返しが気をつけろということでございまして、木曜の夜は日暮らしに捧げる男でございます。ちなみに私はですね、旧作アニメはね全話見た状態でですね、この感想と考察を語っております。はい、ということでですね、今回の第22話の感想を一言でまとめるんだったら、これあと2話で終わんねーという感じでございましょうか。里子は支援はですね、その7でね終わりの予定なんでございますけどもね、それでですね、日暮らし5のね伏線が全部回収できると思わないよという状態でございます。まあこれは噂通りですね、まあ、解決編日暮らしになくのに卒に続くとね、期待してもよろしいんでございましょうか。とまあですね、わーわー言うておりますけど、今回もポイントに絞ってですね、感想と考察、そしてですね、旧作アニメ版の情報も加えて、解説を行っていきたいと思います。ちなみにですね、ブログ版またはこの動画の概要欄でですね、漫画版や小説版などの試し読み、そしてですね、その他の日暮らしの関連動画もまとめております。気になることはですね、そちらもチェックしてみてください。私、今度は騙されませんことよとね、まあ、ループ前に言ったことを有言実行の里子さんということでございましてですね、キビスを返すことですね、風のごとしと言わんばかりですね、リカちゃんのこのお願いの途中で本屋から出ちゃうというね、具合でございました。まあ、遮って帰るんだったら、まあ、最初が本屋に行くなよというような感じなんでございますけども、そしてですね、売り物なんだからこれ参考書をねパーンとね叩きつけるのはやめなさいというね、里子さんではございました。こちらですね、先の展開をしているとですね、コントかよというね、ちょっとね2人のやり取りだったんでございますけども、まあ、ここで気になるのはですね、あのレナの名台詞嘘だーがですね、里子に言われたとしてもですね、里子と一緒にセントルチア学園に行くことを諦めないリカちゃんの方でございましてですね、またまた里子を一人ぼっちにしないとね約束するのですよとかも言ってるということなんでございますけども、まあ、この辺はですね、まあ、頑固者のリカちゃんらしいんでございますけども、まあ、入学前にね、あんなに必死だったのにですね、セントルチア学園に入った後のリカちゃんはですね、まあ、人が変わったようにね里子に対してね淡白すぎるということでございましてですね、またですね、あれだけセントルチア学園はね無理だとね、まあ、里子が言ってるのも関わらずで、ね、リカちゃんも里子もね、この他の学校をね、候補に挙げることは絶対しないというところも気になる点でございましてですね、まあ、リカちゃんは平見沢のこの外に出たくて、里子はですね、お嬢様学校がまあ無理と言ってるんでございましたから、まあ、他の学校にすればですね、まあ、どちらもハッピーもハッピーセットでございますとね言いたいわけなんでございますけどもね、まあ、こちらですね、前回のねリカちゃんがねトリック先生も触れた通り、まあ、この辺りはさ、やっぱりフェザーリーネ的なこのキャラの影響もしくはですね、まあ感傷を受けてるとですね、感じるわけでございます。さあ、そしてこのシーン、私を選ぶか、それとも私を捨ててセントルチア学園に行くか、2つに1つってですね、もう彼女かっていうですね、私か仕事かみたいなですね、このリタコはやめなさいという具合なんでございますけどもね、そしてリカちゃんがですね、彼氏みたいですね、どっちも選べない、どっちもと答えたらですね、即座に次の世界だーいということで、早い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 というですね、サトコさんでございました。この判断の速さですね、もうもはやワールドクラスでございまして、サッカー日本代表に招集されちゃうよというレベルなんでございますけどもね、そこはですね、サトコが行かなくても、まあ、リカちゃん一人だけでもセントルチア学園に行っちゃうのか、ここをね、一旦様子を見てみてもよかったと思うんでございますけどもね、まあ、これはですね、サトコが闇落ちして、まあ、その心の余裕がなかったからでございましょうか。もしくはですね、もうフェザリーネ的なこうキャラとつながってしまったからですね、もうこうハニューとねリカちゃんの関係みたいになってしまったからですね、そのね邪悪な心にこう引っ張られちゃったとかね、影響もあるのかもしれないわけでございます。まあ、その後のねこのリカちゃんのもう説得失敗からのね怒涛のね、サトコ死亡ラッシュでございますよね。なんか女子プロみたいなのも始まって、この野郎みたいなのもね始まったんでございますけどね、まあ、まともな精神状態じゃないのはね、まあ、サトコは確定でございましょう。まあ、ただね、この鉛筆で刺したりとかですね、ここでまあ要するに落ちたくらいでそんなすぐ死ねるのかっていうね、ちょっと疑問はあるわけではございますけども、さあ、そして再びかけらの世界に行ったわけなんでございますけども、まあ、こちら前回のねリカがトリック説の動画でも触れてましたけども、まあ、今回フェザリーヌ的なキャラがいたこのかけらの世界はですね、いつもと、まあ、前回と違って、ね、反転していない世界となっていたわけでございます。まあ、あの後ろに映ってるこの古手神社の文字がですね、日暮らし5ではね旧作とは逆の、まあ、右読みに反転しているのに対しましてですね、今回はですね旧作と同じですね左読みにね戻っていたわけでございます。まあ、かけらの世界でもですね、この古手神社の読みが反転しているのはですね、リカちゃんとこの羽生が出会っていたですね、第14話猫魂編その1でもね、確認済みでございます。そしてですね、里子とフェザーリーヌ的なキャラがね初
初めて会ったね、このね、第20話、里子橋園その3夜ですね、その後の第21話ですね、古手神社が映ってはなかったんでございますけども、まあ、前回はね、このように左手でね、尺状をね、持ってたんでございますけどもね、今回はこう右手になってるというのがね、表してるんじゃないかなと思いまして、なのでですね、前回は反転している世界、今回はですね、反転していない世界というね、暗示ということでございましょう。まあね、正常世界と反転世界、まあ、この2つをね、これ随時入れ替えてですね、まあ、里子を巧みに闇落ちに誘導している可能性は高そうでございます。ちなみにですね、今回は全てね、右手でですね、尺状を持っていると見せかけておいてですね、途中で左手に持ち替えているということでございまして、ここについてはですね、また後で解説したいと思います。そしてね、ここで猫はリカちゃんのことを指しており、約100年間ループしていてですね、松井林へのこの世界の一つをつかみ取ったことを明かすわけなんでございますけどもね、最初は黙っておいてね、途中から明かすというところがね、いやらしいというね、具合でございます。そしてですね、これ駆け引きにおいてはね、もう後手後手に回っているということはね、里子さん気づいてるんでございましょうか。こんな後手後手に回ってたら部活の対決だったら全敗ルートやでというね、形なんでございますけども、そしてですね、リカちゃんのこの100年のループのかけらでございますけども、まあ最初のこちらはですね、まあ、ケイチが疑心暗鬼でレナとね、ミオンをね、攻撃しちゃう、まあ、鬼隠しへのクライマックスとなっているわけでございます。その次はですね、旧作アニメと違うんでね、ちょっとね、別の世界なのかもしれませんけども、まあ、ケイチがね、金属バットを持っているということでございまして、この鬼隠しへの終盤で、レナと一悶着あったシーンでございましょうか。まあ、旧作アニメ版だとね、まあ、レナはね、ナタ持ってなかったんでございますけども、まあ、原作ではこうなっていたのかもしれないと思ったわけでございます。そしてですね、このかけらはですね、これを読んだあなた真相を暴いてください、それが私の望みです的なですね、鬼隠し園のラストとなっておりまして、まあ、平見沢昇降君を発症しながらですね、王子に電話するシーンとなっておりましてですね、で鬼隠し園のかけら多くないというですね、この3連続攻撃でございますけども、まあ、もしかしたら一つ違うかもしれませんけどもね、そしてですね、こちらは平見沢大災害が起こった後のね、まあ、たたり殺しのラストじゃないかなと思うわけでございまして、まあ、助けようとした里子がですね、平見沢昇降君を発症し、まあ、川にね、落とされてしまったことによって、逆にね、ケイチだけが助かったという、ね、具合なんでございますけども、まあ、旧作アニメ版だったね、この病院に運ばれるシーンしか描かれておりませんでしたけども、まあ、その前のシーンがですね、このかけらのね、シーンになるんじゃないかなと思ったわけでございます。そしてですね、この富武と高野が言い争うシーンはですね、まあ、高野が黒幕としてついに登場する、まあ、皆殺し園でね、まあ、ほぼほぼ間違いないんじゃないかなと思います。まあ、そしてですね、その後のリカちゃんが入り江に詰め寄ってですね、まあ、H173 のね、話が出てくるシーンはこちらは旧作アニメ版では見たことはありませんけども、まあ、おこのぎとかが出てるんでね、まあ、ここも皆殺しでね、原作にあったシーンじゃないのかなと思うわけでございます。そしてね、最後のこの羽生が実体化してね、リカちゃんと話してるシーンはですね、まあ、旧作ラストエピソードの、まあ、祭り林編というのが、ね、なる形でございます。さあ鬼隠し編、たたり殺し編、皆殺し編、祭り林編とね、出てきたんでございますけども、こんだけ隠れが出てきたのにですね、なぜミオンとシオンがメインとのね、わたたまし編と目明かし編は一切ないのってね、ちょっと突っ込みたくなるんでございますけども、まあ、ミオンはね、セリフはなかったけどね、出番があったのに対しましてね、このシオンは姿すら出てきてないということでございましてですね、まあ、飛びたきやおこのぎすら出番あったのに、シオンさんは第1回という具合でございます。特にですね、この目明かし編では、このねえねえとね、慕っていたシオンにですね、佐藤はトラウマレベルでガンガンにやられるシーンがあるということでございましてですね、まあこの時はまだねえねえとは言っておりませんけど、まあ、ゴーから見たらねえねえとね慕ってるね、シオンにこんなことやられたという里子さんでございまして、その時のねこの里子のこのねリアクションがちょっと見たかったんでございますけどね、このかけらを見た時で、ね、里子さんどんな心境だったんでございましょうか。里子は支援に入ってからはですね、この意図的にシオンを出さないようにねしてるとしか思えないわけでございまして、このオープニングの目つきはいかにもねやったのでーという感じなんでございますけども、今のところ何もやってないということでございまして、まあ、これは解決編となるですね、日暮らしになくのに卒でですね、シオン大暴れというねシナリオもあるのかもしれないわけでございます。そしてね、一つわからないのはこのサトシとの別れでございましょう。まあ、リカちゃんの記憶のかけらのはずなのになぜかサトコが出てくるわけでございます。まあ、リカのね記憶にこうかサトコをね重ねるといたしましても、なぜロックされているはずのね慰霊診療所の地下に一人で行けるのかといった、ね、疑問点もあるわけでございます。またですね、せっかく会えたこの2人ね、なぜお別れを言う必要があるというね疑問
点もありましてですね、まあ、理科にも言ってた通り、まあ、どちらか一つのね、二択で理科を選んだとも取れるんでございますけども、まあ、いくらね、理科を手に入れるためにこう肉親でもあるねサトシを切るのかというですね、この不思議でございましてですね、サトシの方が付き合い長いんだぜ、しかもねサトシは未だに眠ったまんまだぜというね具合なんでございますけどね、またですね、サトコがこのサトシにお別れを言った後にね、この映ったシーンではサトシがベッドから消えているというね不思議な現象も起こっているわけでございます。まあ、これを別れを言ったね演出とも取れなくもないんでございますけども、まあ、その後にですねこの何かを決意するようにね赤目覚醒するサトコとなっておりましてですね、まあ、ここはリカちゃんの記憶ではなくてですねサトコのこの思いをね、乗せてるようなシーンだったように感じたわけでございまして、まあ、この後のね展開に続くねちょっと苦戦を感じてしまうわけでございます。そしてここでやっとリカちゃんもね繰り返す能力を手に入れるわけでございますね、まあ、前回のユリ神獣からね鬼魂編に行かなかったのはこういう理由があったわけでございましたですね、まあ、22話の最初のシーンでなんでリカちゃんだけ覚えてないなってね、おかしな感じだったんでございますけども、この辺の理由があったわけでございます。まあ、日暮豪のこのリカちゃんのループの力は波流のものではなくてですね、まあ、フェザーリーヌ的なキャラから与えられたものだったというわけでございまして、まあ、旧作と違ってねこのリカちゃんが随所に赤目になっていたのはですね、まあ、この違いの暗示をね、表してたわけかもしれないわけでございます。そしてですねリカちゃんがこう死んだ後にね、サトコも死ねば、同じねリカちゃんずっとこう追い続けることができる、もう完全ですねマーキング状態という具合なんでございますけどね、日暮豪のね2人のループの謎もね、やっと明かされたわけでございます。さあそしてですねサトコのね作戦はですねリカにもループの力を与えてですね、何度も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 惨劇を見せてですね、リカの心をへし折るというものでですね、鬼が誕生したでーというですね、このね、ラストのね、表情をね、見るとそう見えるわけでございます。そしてですね、このね、鬼の表情になる前、このフェザーリーヌ戦的なキャラクターがですね、ここで尺状をね、右手から左手にね、持ち替えているわけでございましてですね、ここでね、何か動きがあったわけでございます。まあ、さとこにね、新たな能力を与えるときは、最初に右手にね、尺状を持ってて、左手サトコのね、頭のあたりをかざしていたんでございますが、これ力をね与え終わった後にはですねなぜかですね、左手にね尺状を持ち替えているわけでございます。この状態からこうキュッとなったわけで、高速持ち替えなんですか、エスパーエトランですかっていうね状態になっているわけでございますけどね、明らかに不自然な持ち替えのタイミングということで、まあここでですね世界を反転させたということでございましょう。まあここからですね日暮豪のね、鬼魂編に続いていくね、流れでございましょうか。まあ反転世界だったらねサトコもこのゆり真珠のね行ったりはしたんでございますけども、まあ、今回の反転してない世界ですね一度もサトコはリカちゃんのことをね殺そうとはしていなかったわけでございます。まあね、誤ってるね要するに落ちたのありますけど、それ以上にこれそれ以外では殺してはなかったということでございまして、またですね、日暮豪の雛見沢将校がよりね激しい印象があるんで、反転世界ではですね人間の狂気がねより強く出るのかもね、知れないと感じたわけでございます。まあ、サトコやねリカちゃんのね目が赤くなるのはこのゲーム版であった鬼化したキャラがね赤目になったというんで、まあ、それと同じじゃないかという、ね、考察もあったわけでございます。まあ、サトコはですね、鬼化仕掛けているので、まあ、あのリカちゃんの、ね、100年にも及ぶ、ね、戦いを見てもですね、やっと掴んだ夢が、ね、セントルチア学園に行くことだとしてもですね、その夢を、ね、叩き潰してやろうというですね、まあ、鬼畜のような、ね、思考になっているのかもしれないわけでございます。ただね、ここで頭に一つね浮かぶことがございまして、それはですね原作者であるねリュウちゃんが言ってたことでございまして、今回の日暮豪ではですねサトコを好きにさせるとね言ったような発言があったわけでございます。まあ、とはいえですね今の流れだと、まあ、たとえねフェザーリーヌ的なキャラの影響でねこんなことをしてるとしてもですねこの後にね、まあ、リカちゃんがねサトコを救ったところでですねサトコの株が上がるかっていうか、むしろね、サトコ足の行いとか見るとね下がるんじゃねえかというね、具合なんでございますけれども、そこでですね私サトコのね株爆上がりの、ね、観点でですねちょっとね、考察してみました。まあ、トラップサトコのこれ異名もあるぐらいでございますから、今回の一連の流れはですねフェザーリーヌ的なキャラを騙すための演技かもしれないとねちょっとね、考えたわけでございます。まあ、タイミング的にはですねこのねリカちゃんの100年の記憶のかけらを見てこう逆にリカちゃんのね夢を親友として叶えようとですね、まあ、心変わりとかねしたかもしれないわけでございまして、まあ、そのためにはですね、まあ、この不思議な力を持つ、まあ、神様的なね、相手をどうにかするしかないというわけでございます。まあ、記憶のかけらの最後にですねこのサトシとの別れを入れてきたのは、そんな神様を相手にしたらですね自分は
本当の意味で死ぬかもしれないというね、これ覚悟を表しているシーンなのかもしれないわけでございます。まあ、なのでですね、サトコワシエンは文字通りサトコが最後に壊れても最後に死んで終わるのかもしれないとね、感じたわけでございまして、そしてですね、この解決編とあるですね、日暮らしになる頃に外ではそんなサトコを救うためにですね、まあ、リカちゃんとか部活メンバーのね、戦いがね、始まるのかもしれないとね、思ったわけでございます。はい、ということでね、今回の話をまとめるとですね、サトコは鬼となるのか、それともですね、泣かせる悲劇のヒロインとなるんでございましょうか、全てはですね、サトコはシェンロールラストでということでね、こういったアニメや漫画をより楽しむための動画を随時上げておりますので、チャンネル登録もしくはですね、グッドボタンを押していただけると嬉しいです。それではまた。